はい、マンタマリアゴーガチアグルやっていこうと思います。セッティアシュー行くぞ。人外がごとく、ラピジェット、最低はジェットローラーと、あれカーボンか、いやヒロローラーか、いやわかんない、あれなんだ、だってあれ未だに見分けはつかない。てかナイス押し合ってるけど、編成的には多分ちょっときついぞ。じゃあ頑張っていきましょう。もうでもなんか俺さ、ガチマッチなんか対抗戦の立ち回りになってるからさ、もっとダメだな、もっともっとね、やっぱキルするのやめなんですよね。あえてそっちは強気やね、君ね。はい、一旦おる。それは許さないね。いるね。オッケー。そしたらこっちか、来るとしたら。ロングもやって、今の立ちぶり気持ちいいよな。ローラーもやって。さあ、もう一枚いる。おい。あとどこだ？いたー。ごめん。マジごめん。いやー、俺が遅かった。すまね。俺前出ていいか？壁、縦振りで殺そう。で、こいつも。いやー、下手くそ俺。いや、ダメだな。いやー、マジか。いや、すまん。やられたー。くっそー、ジェッカスかよ。いや、うまかったな、相手のジェッカス今の。ラピン飛ぶか。もっと無双しなきゃな。ほんと下手になって気がする、ガチマ。対抗戦ばっかやってると、ガチマ下手になるけど、ガチマばっかやってると対抗戦が下手なんだよな。うまくバランス取らないと。俺は動画投稿者だから。いや、一枚やったけど、できたな。左板かローラーで、相手ローラー2枚だけど、まあ、まあまあまあ、ローラーで、僕より上手い人いないでしょ。うん。勝てるさ。いるね。よし、食ったわ。ナイスやり。はい、ロングでね。いてー、マジ、ジェットやめてー。これきつすぎ、ワロタ。無理ゲー。こっちは前出ない編成だからしゃあねえな。相手はローラー2枚ロングだから動きやすそう。こっちのロングはね、めっちゃ引き気味ロングなんだよね。うん、前出ないから。俺が前で、今みたいに、さっきの最初のさ、初動とかめっちゃ連携したけど、こういう感じやんないと、多分このチームは勝てないから、押しとんねん。待って、やばい、インクもうインク切れるタイミング最悪すぎた。いやー、この試合負けたくねえな、結構頑張ったから。キル取っても押されてるのが多分実力差相当あるってことだからな。頑張るっきゃねえだー。いる、ここ、当てぶり当てて、前出ているね。うーん、危ない危ない、いるわ。引きずり入れた、オッケー。甘いな。ロングやって、ここいるわ。いや俺待って、下手、ここいるのに。でも沼だ、あいつ禁止だわ。でもあれ、今のやれてないの？回復しきったかな。安全靴か、なるほど、安全靴今で切れるんだ。2積んでたらやっぱ変わるんかな。あれ絶対死んでるもんな、普通だったら。でもやっぱ押し込んだ強いな、ジェットラピア。乗るわ。はい、ちょ上がり。いやー、でもなんかローラー縄張りで練習したらさらになんか上手くなった気もしなくもないって感じだな。ナイス。パーッパ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 ーン。あ、20キルしてる。ナイスー。はーい、ガンガゼ野外音楽堂、ガチヤグラやっていこうと思いまーす。さあ、早速やっていきましょう。いくぞ。相手が、ロング必須。
てね、寿司ザップか。よし、行こう。したら、右から回って、これ、もう、外突っ込もうかな、俺。突っ込んじゃおう。あー、やらかしたい。やらかしていきたい、俺は。常にやらかしていきたい。あ、待って、エイムやばいんだけど。マジ下手なんだけど、俺。やばい。恥ずかしい、俺はこれを動画にするのが。それぐらい恥ずかしい。あ、でもこれ動画化できるね。なんとか、ミスを、カバーできた。この2連キルで。あ、むしろあれか。ロングのデスタイミングがずれて、いいことしかないか。いいことしかないわ。これは勝ちそうだ、もう。おいよー。あ、ちょっと待って。これ飛んでこいっていう意味のカモンっすか。右高いるんだよな。いいの分かってるんだーい。あ、終わったな、これ。わーい。はい。味方強っ。味方強っ。ナイス。ナイス。素晴らしい。はい、マンタマリアゴー。ガチヤグラウルっていう、なんかこういう巻き舌のラップをする人がいるんですけど、それを見て今やってみた。相手がデッカスモミジロングチャーでしょ。まあ、結構きつそうだけど、こっちもよう見たらなんか不思議な編成やな。あれ弱くは、どうなんだろう。あ、痛え、これ。あ、右と左、あ、チャーミング変えたの。なるほどね。でもこれは、俺がいくら死んでもいいから、前出て圧をかけないと、多分、防衛キルは一生取れるだろうから。ハイプであるし、ラピーいるし、プライムいるしで、どうせみんな死なないような立ち回りするだろうから。ここは、無理してでも前に出る。っていうのが大事。これは先読みして縦振り。今のは一回でも外したら逃してるって感じ。で、これ3枚抜いたから、味方が、まあ、おそらく乗ってくれて、後ろのモミジシューターは俺が、ばかないとねっていう。ナイスね。ありがとう。いるんだよな、左。なんだろうな。ロングか。やばい、これ。俺が下手くそ。相手に救われたな。さあ、これ多分ビビっちゃうから、多分相当強気じゃない限り、俺に追ってこないかな、俺のこと。追ってこないかな。これヘイト買ってるから、矢倉、踏むと思ったんだけど、全然進まないね。あれ前で3人押さえてんだけどな。誰も乗らないし、逆に死んじゃったか。これがね、本当は正解なんですけど、だって俺に2人来てるってことは圧倒的に人数だし、この立ち合い多分間違ってない。いつかいいこと起きるでしょって感じで。いやー、これしくったな。これはうまい。じゃあ、なんか、なんだろう。こっちは複数落ちの時多いね。そういう時突っ込んでもやっぱしょうがないな。まあ、でもガチマッチだったら出てもいいかなって感じがする。これ辛いな。で、名前出ないんかな。出んなよ。もうインク切れたの本当最悪。いやー、なんか、またリスに4人いるよ。くそ。デスソー抑えないと勝てねえな、これ。絶対、右売り取れる編成なんだけどな。ボールだったら多分これ進められちゃうな。どうしようかな。矢倉を見てほしいんだけど、ラスターなら。いやー、ほんと、あれだな。前出ないな。前出なければ最悪矢倉乗ってほしいね。
で、チャー落とすときはまあ、ハイプレないし。あの、絶火せんのか。あれ、絶火せね。いやー、これはきつい。ここに二人固まっても何もできん。このマップ。マジで。ここに二人固まっても何もできないし、そこのブロックの前だと、何もできん。これ味方批判じゃなくて、これ動画を出すっていうことはそういうことだから、こういうプレイをしちゃいけないんだっていうふうに、覚えてくれればいいって YouTube とかニコニココメントでもあったから、一応言っとくわ。別にもうそんなに怒ってもないから。ここはちょっと勘違いしないでほしい。こう言っても意味がないよっていうことは絶対覚えた方がいいからな。だって S プラスで現にこういう人いるってことは、動画で言った方が良くないって思う、俺は。あー、なんで飛び越えたの、お前。危ね。うん、これ全落ちだもんな。俺任せろ。ふふ。ほいーす。当てれるもんな、当ててみーや。いるわ。いるけど。これやばいっす。やばすぎ、ワロタ。まあでもこれでリードまで取れたけど、もうこれはもう正直、完全キャリーだね。自分で乗ったし。こういう、なんだろう、人がいると、俺のキリアが下がるんだよな。まあでも、一応勝率高いんだけど、配信してるとめっちゃ負けるんだよな。このハイプラ神だわ。オッケー。防衛はハイプレいるし、ラピいるし、プライムいるし、まあ絶対止めれるんだよな。まあ、俺の立場に賛否両論もしかしてあるかもしれないけど、これはね、安定して勝つには、ローラーはこうやんないと勝てない。うん、って感じ。